はい、こんばんは、スタミです。今回は最新パッチで導入された新しいモードをやっていきたいと思います。名前は忘れました。なんだっけ、俺。なんだっけな。なんだっけ。はい、どうぞ。動画でどうぞ。これ出てるから今。ここに出てます。はい、どうぞ。これです。でね、なんかチャンプ被っちゃいけないと思ってたんだけど、がっつり被ってるね。ヤスオが3人います。で、ジンクスとジグスだね、これは。新スキンをもう使えるんだね、このモードなら。さあやっていこう。あららららららら、いいんですか、そんなにもらって。いただきますよ。なんつった今、ポータルを起動する前に相手を購入する。 なるほど、アイテム購入をどこでするんだ。4000ゴールドもらったけど、なるほど。普通にファントムダンサー、あ、多分ね、これファントムダンサー、こういうモードってファントムダンサー行かない方がいいと思うんだよ多分。だけどあれだと思う、ビビリ剣で範囲攻撃をある程度持った方が、多分 AI 戦でしょこれって。敵がギャンギャン出てくるんだべ。よし、いこう。レベルアップが6個できますよ。まずアルティメット上げて、9を、これでいいかな。OK。9レベル3つ、他はレベル1にしました。最後、何をすればいいのかわからないね。フィーリングでやろうや。らしいです。始まったな。なるほど。どう、あ、違う世界に飛んだのかな。ワープしたっていうあれかな。で AI がこうやって無限に出てくる。それを倒すわけだ。あ、ダメージ受けてるぞ。これラストヒットあるのかな。ラストヒット取ってみたいな。ラストヒットが取りたいなって言ってんだよ。こういうのはお金だよ。あ、お金が落ちるわけね。これはん、お前なんだ、お前何をしてるんだ。お前敵ではないのね。お前は敵じゃないんだ。はい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 。27%。 おっと、お前声でけえな。なるほど。あ、ボスっぽいな。これボスっぽいね。明らかにボスっぽい。アルティメイトとかもうガンガン使っちゃっていいんじゃねえのかな。なんかね、 MMO を思い出す。俺 FF14 をちょっとしかやってなかったんだけど、なんかその時のさ、あれってあのゲームって範囲出るじゃん。そんな感覚じゃない。ほら、攻撃する前に範囲出るやんね。 MMO 思い出すわ。これマルファイト絶対最初だろ、そういう話になると。MMO だからタンクの役割がいるんじゃないか、ヒーラーも。なんか自己中オナニー野草3体だと何もできないんじゃないか、これ。やばい気がするんだけど。あれ、なんかヒールしたな、今。What? わからん、なんだこれ。あ、いいんですか、ありがとうございますよ。ありがとうございますよ。あのね、ライフスティールがいる、俺が感じたのは。ライフスティールがいるんだけど、IE にも行きたいわけなんで、こうして、さっき買った論争をヴァンパイアセプターにする。そうすると、あ、こっちでいいな。これでいいな。よし、これでいきます。これ多分、これビルドチョイスグッドで。ライフスティールがないと多分ね、ソナちゃんがいないこの戦艦で、戦況の中では、かなり厳しいことになるからな。なんだ、お前は。新しいやつやな。もうね、デザインが、そうして気持ち悪いな。この、なんていうの、このモードだけで作り上げたモデルなのか、そもそもロルにあるチャンプを元にして、だってこれだとさ、コグマウじゃんね、見る限り。さっきのなんだ、さっきのなんだった、これなんで、あれじゃん、アイバーンのやつじゃん、多分。デイジーじゃん。デイジーでしょ。これが誰だ、お前は。誰だった、今。わかった人、いますか。で、これが、今わかった。なんかお金を落とすから、ほら、お金を拾うロボットだ。楽チンロボット的な感じだ。なるほど。はいはいはい。多分これでボスやんね。化け物どもボクボクだったね。ではないね。わからねえな。まあお金を拾って。なんかライフスティール買ったら別にソナちゃんいらない感、なんだ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 。東方みたいな感じになってきたな。で、このさ。多分この上にある黄色いメーターがお金メーターみたいなもんなんだけど、さっきね、なんかマックスじゃない気がしたんだよね。これをマックスにしたら多分でかいんだろうけど、そのもらえる額が多いんだろう、多くなるんだろうけど、これをマックスにする方法がわからない。どうやるんだろうか。でこういうのもさ、こう避けるわけよ、こう。めっちゃかっこいい。いたな、ベルコズが。さあ、これだ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 、これ。あ、これボスじゃねえんだ。結構体力あったからボスかと思ったけど、そうでもない。もっと強いやつがいんのか。あ、でもこのステージはクリアっぽいかな。お金をばらまくね、こいつ。またやってよ、ほら。あー、ありがとうございます。はーい。
で、王剣を買って、これ何が正解なんだろう。これねー、あっ、バカ、何、俺買い物してないよ。あの丸の中に5人集まるとって感じなのかな。これ、あー、やったかもわからん俺これ。多分そうだろう。丸の中に5人集まってるとあれだ、開始するんだ。あの違うところに飛ばされちゃうんだ。買い物をしてるときは丸の外にいないといけないんだね。なんかこれチュートリアル的な感じなんかな。なんか試合が始まる前にも言ったように、いや、やり込み要素が結構あったんだよ。そのールーンのところがね、このゲーム独自のあれに変えられてて、結構やり込むモードなのかもしれない。今回はスタガとかあんまりやり込み要素なかったから、なんか今回もそんな感じで単発系なのかなと思ったけど、今回は結構ロングスパンで楽しんできたな。やってやろう。弱っ、お前ゴリゴリ減ってるぞ。死んでしまうよ。死んだな。待て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 、こんなんでいいのか、こんなんでいいのか。チュートリアルにしてももうちょっと難しくしてもいい感じはあるけどな。ロボットが満タンになるまで爆弾を投げ続けろ、もう少しだと言っております。花江さんがね、あ、なんとこのスタンミジャパン、GGTV に出演しておりまして、それが次回の、さあ俺たちもかなりフルビルドに近づいてきたから、ついに来たね。かっこいい。あ、これすごいな、今回マジで凝ってるな。ロルじゃない感じがするね。ロル感がない。あ、すごい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 。打ち上げるよ俺ね。あれ止めてほしい。ナイスナイスナイスチェイナイスナイスチェイナイスチェイナイスチェイ。多分これこう倒しても全振りではないんだよ。周りのやつを倒しに行かないといけないんだよな。なんか出てきてたもんな。ほら、なんかやってるじゃん、なんかやってるじゃん。ああいうのを壊しに行かないといけないんだよ。なんだ、いった、いった、待って、痛すぎる。いいよいいよ。アルティメット、うわ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 、これ当たったらやばくない、やばくないの。あれやばくないんだよな。ダメ。初の死者が出た。やばい。結構ダメージ出るな。なんかこのさっきまでのモブキャラを倒してた時はおまけの期間でこれアルティメット打ってんじゃねえか。ダーキンだダーキンだダーキンだ。そう、あのね、 F をちゃんと使った方がいいよ。マイチーム F がね必須だから。これこう敵の周りを回りながら、そう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 、あ、そうだ、そうだ、これね、敵が死んだら味方が死んだら助けられるんだ。そう、近くにね行ってあげないといけないんだ。そうだそうだそうだ、味方が死んでるところに寄ってあげればなんかね味方を蘇生できるらしい。敵の攻撃を避けつつアルティメットを当ててダメージを出していくが、やはりダーキン硬い、かなり硬い。どこまで連れてくんだお前は。うーん、なるほど、うーん、なるほど。姿を持たぬ闇の神々に抗ってみよう、人間。俺は腹をすかせて。あいつをぶち殺して最高の気分ね。わ、わ、あいつら、誰もいた？まあいいや。うわ、みんなお疲れ。これで一試合終わりでしょ。わっ、オデッセイ脱出。2個のミッションが完了しました。4個の新たなミッションが追加されました。ほう、なるほど。これで新しいミッションが追加されたから、どこでルーンを見るんだろうか。さっきね、あ、これだ、強化ユニット手に入れましたね。グランドスルムが当たった敵は防御力があって、これマルファイトだ。俺がやってんのは安岡、こっちだ。トップ
封殺の壁の幅が2倍になり、クールダウンが短縮。なるほど。抜刀が自身を回復して、対象の、なんとか、これ何？怖い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 。風なぎ、なぎかな。風なぎのクールダウンを解消。流浪。待てよ。待てよ。完全漢字でさ。漢字やれと。流浪。あ、流浪に剣心の流浪かな、これ。あ、流浪ですわ。流浪ではありません。流浪です。つむじ風のダメージが増加し、さらに野草の元に戻ってくる。行ってみねえとわからねえな。これさ、俺なんかスキルをか、あれしてるんだけど、こう、ロックかかっちゃってるんだよね。なんでなんだろうか。これは持っていかなくてもいいのかな。細い動きをしてきて一撃がでかいみたいな。カジックスをモデルにした細いの出てきてます。おぉ、出現してきたのが、出現数が結構多くなってきたぞ。この中にはなんだ？この中にいると！あーでも難易度上がってるな。明らかに上がってるよ。だってさ、さっきのステージだと、この時点でライフがこんなに削れてる人なんていなかったじゃんね。かなり危ない。あーこれ初手からライフスティールだったかもわからん。俺の考察は、あ、これが多分ね、範囲回復なんだよね。こいつをパッパと倒してあげたい。そうすると味方が全開するんだ。なるほど。あれを倒すと全開。覚えておこう。さあ、アルティメット。いや、もうかなり硬いな。候補生でかなり硬いぞ。超苦戦してるもんな。さっきのは楽勝だったから、1試合が確か15分ぐらいあったんだけど、この調子だと25分ぐらいかかるんじゃねえか。かなり苦しい、はっきり言って。さてさて、ショップを起動する。なるほど、なるほどね。どうなっても知らんぞ。めっちゃ楽しいの。さすが、スタイリッシュな野草がさらにスタイリッシュなの、たまんねえな。このさ、自分が出したダメージとか、これどんぐらい作らんだろう。取ってみるか。あ、でもダメージ量はそうでもないんだ。常時発動だからちょっと邪魔になりやすますよ的な感じなのかな。これさ、出したダメージ量とかでさ、解放できるスキルとか違ってきそうだな。どんどんダメージ出した方が良さそう。あとで後悔。やばばばば、回復欲しいです。回復欲しいです。ラスティル、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 ナイスナイスナイス。ライフスティール助かってるな。どのスキルがダメージ出て、どのスキルがダメージ出ないのか分からなくて、しかもそのモーションがさ、分からないから。あ、これちょっと硬いな。多分この面のボスはね。よしよし、ナイス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 。こいつをさ、多分今のやつ倒さないといけないんだよ。多分あの中お金入ってんじゃない、黄色いやつ。多分だけど。来ましたね。こいつさっきの面でもかなり強かったからな、はっきり言って。今回はかなり苦しいんじゃないか。でも今回俺ライフスティールガン済みだからね。食べるのか。この惑星はアウラがたっぷり眠って。アウラって何なんだ。この人がさっきから言ってる。でこれを助けられる。わお、ダメージ。でこれ F をさ、ちゃんと使わないとダメなんだよ。さっきので俺は学んでるから。敵が来るなーと、なんかスキルを打ってくるなーと思ったら F よ。それだけは怠らずに FOKOK。 スキルを避けていく。ライフスティールに頼るのもいいけど、 F でスキルを避けるのが大切。この爆発がどんだけ食らうのか。ダーキーになったね。あ、やば、食らったわ。クルーがやられた。急げ、助けるんだ。で、なんか味方がやられたってどうか言ってんの。あ、起こしてくれたんだね。で、こいつらを先やんないと、多分こいつら先やんないとかなり苦しいぞこれ。危ない、危ない、ナイス。危ないって。どんぐらい。オーマイガー。いいよ、起こすよ起こすよ起こすよ。起こした起こした起こした。いや、これ知見 OP ビルドだろ、これ絶対に。俺これ知見 OP ビルドだと思う。
体力が減らん、殴ってたら。疑似タンクなんだけど、ほら、だってさ、周りの予想とかヘルス減ってるもんね。俺だけ減ってないよ。早くも攻略法を見つけたかもわからん。これがアサシンモードだ。アサシンモードだから絶対食らっちゃダメでしょ。どうせ一発で死ぬよ。俺にはわかる。この LOL っていうゲームを理解してる。F を理解して、さあ CD が10秒、すげえすげえすげえやばいぜ、起こしてくんないと、起こしてくんないと、起こして起こして、終わっちゃうよこれ、起こしてくれないと、これ全滅するよ。どこで死んでんだ俺たちは。マルファイトしか残ってない。味方を起こしてくれ。頑張れ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 。味方を起こす起こす。ナイス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 。起こせ起こせ起こせよ。素晴らしい素晴らしい素晴らしい。なんで起きたのかわからない。マルファイト遠くにいたんだけどな。やべえ、かなりカオスになってきた。さすがにあれだな、ライフスティールだけだと結構厳しい時間帯に来てないかもわからん。あれ全然減らんの。いいぞ、ダメージも足りてる。いや、こいつを倒さないとあれだからな。多分周りの雑魚的一生湧くんだろ。危ねえ、死ぬ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 。これがやばいんだよ。これ内側にいないといけない。内側に内側に、今のうちライフスティールダメで、ライフスティール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 。でこれは避けてアルティメット、いいよ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 、いいダメージ出てるよ、素晴らしい。敵が突っ込んできたらしっかり避ける。ライフスティールを試しつつ、いいね、俺はヘルスマックス。おい俺についてねえか、これどうや、何をしたら、うわっ、何何、どういうことだ、どこで死んでんだこれ。味方は起こして、あ起こしてるね、ナイスナイスナイス。打ち上げてこれ剣をやらないとさ、多分一生終わらないから。ちょうど当て、ちょうど当て、ライフスティール欲しい、ライフスティール欲しい。危ない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 、ライフスティール欲しい。雑魚敵湧かないかな、雑魚敵湧かないと結構きついこれ。あ、そこら辺殴らして殴らして殴らして、待ってこれ来るぞ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 。どこで死んだこれ、敵味方、ライフスティール味方、どこで死んだ味方、どこで死んだ味方、どこで死んだ。え、マジこれこれ全滅じゃない、危ない。ラシル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 。味方どこで死んでんのか分かんない。ちょ、だって味方どうだ、ここにいればいいのか、ここにいればいいのか。いい、起きろ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 。あ、これあれだ、起きるやつにクールダウンがあるんだ。俺あと30秒使えない。これおもろいな、このモード、このモード熱い。あー、これ体力回復してんのかな。ナイスナイス、あともう10だあともう10だ。オーマイガー、勝った勝った勝ったじゃないか。あー、なるほど、なるほどね、全滅したのか。え、クソおもろいよこのゲームモード。あとちょいだったんだけどな。でもこれで多分ね、味方の連動というか理解力も高まったと思うんだよ。俺も結構なことを理解したし、これがなんとなく鍵なのかなってのは分かるんだけどね。てか今回あれだ、今回アサシンモードが先だね。さっきはダーキンが先だったんだけど、こういうのなんとなくさっきあれだからな。やべえ、それ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 、かなり痛いからね。それこれこれを至近距離で受けると痛いんだよ。これは後ろに回り込まないといけない。どこだ、クルーがやられた、なるほど。これを起こして、これを俺が起こしたじゃん。これ俺起こしたでしょ。マルファイトが起こしてあげないといけないんだよ。マルファイト起こしてあげて。ナイス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 、起こし。ちょっと待って、ライフスティールで一回回復させて、一回回復させて。ナイスナイス。で俺殴りに行くわ。殴りに行くね殴りに行くね殴りに行くね。ファイトがすげえ大切になってきてるな。そういうのもしっかり避けるんだよ。いいね。F のスタックが1個、今2個になった。打ち上げてアルティメット、スキル避けて、ライフスティールライフスティールライフスティール。これジグス結構多分ダメージ出してんだよな。いいね、さっきアサシンで苦戦したけど今回はアサシンを早めにやれた。
で多分味方とこうくっついていった。わからん、いい、絶対一人死ぬのあれは強すぎないか、スキルとして。待ってね、27、マジこれ2人死んでるんだよ今、2人死んでるの。待ってね待ってね待ってね、わかるんだけど言いたいことは、俺たちもね必死なんだ今、俺たちも今必死なの。まあそこで2人死んでるんだよね。1人ジグソを助けに来た。俺があと7秒だから、7秒経ったら行くわ。マジかーマジかー、そこで死んじゃうか。ラスティラスティ、俺一回回復するね、俺一回回復入るわ。ソナちゃんがいたらすげえ楽なのかな、これってどうなんだろう、このゲーム。敵殴んないとさ、これギリギリのまんまやってるとあれだよね、こいつを倒さないとやっぱり終わんないわけだから、どうにかして。一応今5人いる、今一応5人いるんだね。ナイスナイス、スキルをゲッツ、ずーっと回答、ずーっと回答、ずーっと回答。やばい、味方のヘルスかなり低いな。この攻撃の時ラッキーだな、この攻撃の時は俺全然食らわないわ。やばいやばい、味方のヘルスが低すぎる。やっぱライフスティールだなー、鍵は。何回言ってんだろう俺、ライフスティールだなーって。あー、1人死んじゃうか。オッケーオッケーオッケー、でもあと60秒で俺を起こせるからね、60秒。この時は多分俺の回復量の方が上回ってるから、今ダメージを加えてほしい。頼む味方、来てくれ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 。アルベット打ち上げるわ。ナイス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 、あともうちょいじゃないか。やばい、死ぬ。エンド勝った勝った勝ったろ。よーし、おはい、ご視聴ありがとうございました。今回は完全に初見プレイってことで、仕様を理解していなくて、そのミッションっていうのを取ってなかったんだよね。でミッションを取っていないと、そのオデッセイならではのスキルを入れるその欄っていうのが開かなくて、あんまりこのオデッセイっていうゲーム自体を紹介できなかったかなと思うので、次回はオデッセイでできる最上位モード、猛攻撃の動画を上げようと思います。結構ね、配信外でコツコツやって、ソケットも5個まで、はめることができたので、それで実況をしていきます。よかったら見てください。チャンネル登録、高評価よろしく。バイバイ。